吉井藩陣屋の表門、高崎市重要文化財、昭和48年5月18日指定。この表門は、吉井藩陣屋が宝暦2年、1752年に八田から吉井に移った後に建てられ、建造年月日は不明で、ほぼ200年を経ている。明治4年の廃藩置県に陣屋も解体されて、この表門を売却され、東深沢の民家に移築。昭和45年に当主荒井清氏が吉井町に寄贈し、この地に復元した。間口 5.8 メートル、奥行き 2.47 メートル、高さ 5.37 メートルあって、控え柱からかけられた梁によって、切妻屋根が前方へ持ち出しになり、側面の姿が非対称形になっている。鬼瓦に家紋の丸に羽ボタンが示され、屋根は軒反りがあったが、移築の際に直線屋根になった。板扉は矢玉を通さないといわれる最価値、豆花の材が使われている。復元は昭和48年3月。吉井藩と陣屋。吉井藩は京都鷲塚家の出である信松平を外する。石高は1万石に過ぎないが、徳川親藩として松平姓を名乗り、江戸城中では重きを成していた。藩主は江戸城府で陣屋を置いて、藩地に当たらせた。陣屋ははじめ、木部村、高崎市、次いで八田にあったが、宝暦2年にこの地に移った。11代、信興は水戸家失居。勤王党の過激活動に対しての退任を無事に果たした名君である。なお、12代信則は他藩に先駆け、明治2年に藩籍奉還をして、吉井藩知事に就任した。陣屋の概要は図の通りで、位置は現在の旧陣一帯の地である。周囲に堀と土手を築き、その上に松と欅を植え、東南に表門を設けた。なるほど。陣屋なんですね。江戸城府でね。藩士ね。陣屋を置いてね、藩を治めるってことはよくありますからね。そのね、陣屋の門、表門なんですね。吉井藩陣屋の略図ですね。現地と対照表になってますね。現図は郷土資料館に保管してあります。そして、現在地がここですね。門のある場所ね。そしてね、こういった建物があって、ここにね、もともとはあったんだそうです。これね、これが、表門。ここの、囲ってある部分がね、陣屋です。建物がこういった感じでね、3番、吉井陣屋跡、4番、春日神社跡。これね、堀をね、土手、松とね、欅を入れてました。こういった感じね。このような、じゃあどんなもんなんでしょうかね。こちらはね、文化会館、公民館、体育館、郷土資料館、そして先ほど読んだね、説明板がその木の根元にあります。こちらがね、吉井藩陣屋表門です。大きいからね、離れないとね、全体が映んないんですね。でもやはり立派な門ですよね。このね、門扉はね、最価値、矢とか玉とかね、そういったものを通さないと言われています。なかなかいいですよね。
ういった感じね。確かに先ほどの説明で、まあ、切り妻の屋根がね、まあ、前方に、まあ、出ていて、左右対称にはなっていないっていうのは、そこを見ると分かりますね。そこら辺の木もすごいね。はい、まあ、門っていうのはね、こういった大きい門の脇にね、まあ、通用門っていうか通用口、一般的にはこちらを開けるんでしょうね。こういった感じ。まあ下級にね、まあ、樽の櫛が刺さってますね。うん。あの鬼瓦はね、丸に羽ボタン、まあそういった感じですよ。はい。こちらがね、吉井藩陣屋の表門でした。ご視聴ありがとうございました。